はい。今回もビッグモーターについてやっていきましょうか。以前こちらの動画で紹介していました、ビッグモーターの店舗の前で街路樹を枯らして伐採していた問題。ビッグモーターに対する追及が激しくなりまして、今回国土交通省まで動き出し、国まで動き出しまして、全国で一斉調査されることになりましたので、紹介していきたいと。 思います。すでにですね、賠償請求をちらつかせている自治体もありまして、これ、一箇所賠償請求すると、うちもうちもーつってですね、えー、全国で賠償請求、これ続くと思うんですよ。全国で260店舗ビッグモーターお店あるんですけども、それぞれの店舗を訴える人が、これ違うので、260個ものですね、裁判を抱えることになると、えー、全国一斉賠償請求でビッグモーター終了の お知らせというところですね。潰れてしまうぞビッグモーター。それではですね、まずは関連する記事から紹介していきたいと思います。まずこちらですね、えー、国道沿いの枯れた街路樹調査、国土交通省全国の地方整備局に指示というので、えー、中古車販売大手ビッグモーターの店舗前の街路樹が不自然に枯れるなどしている問題で、国土交通省が全国の地方整備局に 国道沿いにある店舗周辺の街路樹の状況などを調べるよう指示していたことが27日、国土交通省関係者への取材で分かった。樹木が枯れていたり、伐採されたりしたことが確認されれば、経緯を調べる方針。店舗前の街路樹は各地で枯れているのが確認されており、各自治体も状況を調べている。 ビッグモーターは27日までに現在事実関係を確認していると回答したっていうので、まあ、事実関係も何も街路樹ないじゃん <laughs> 街路樹ないじゃん見たらわかるじゃん !Google マップ見ればわかるじゃん、えー、自分たちが環境整備とか言ってですね、従業員に何をやらせていたか一番知ってるじゃん <laughs> もう何か都合が悪いことがあるとですね、確認します確認しますつってですね、逃げますよね、本当に。やっぱりですね、これ、元副社長の金重光一 これ連れてきた方がいいんじゃないですか高1が全部知ってるんで高1やっぱ連れてきた方がいいですよ <laughs> 無給でちょっと調査に協力させましょう、えー、それから国土交通省の指示は26日付 国が管理する国道沿いにあるビッグモーターの店舗数と街路樹の有無を調べるとともに植栽がされていれば木の状態を報告するよう求めているだからこれ店舗数とかも <laughs> 街路樹の有無調べるっていうのでこれ260店舗全部やるわけですよね、えー、各整備局は管内の国道事務所に問い合わせるなどして調査を進めておりある整備局の担当者は取材に 店舗に聞き取りをすることも選択肢になると話した。ビッグモーターの泉社長は25日の記者会見で雑草に対して除草剤を撒いてしまい、それが街路樹に影響を与えたことはあると思うと述べたっていうので、まあ、昔の話とはいえこうやって自白してるわけですよね。10年前にやってましたーつってもう自白しちゃってるわけですよ。 特に、これ、やめようという話もしていなかったみたいですし、じゃあ、今もやってるでしょう、というふうに思いますよね。勝手にやめたら、だって、高一怒るじゃないですか。高一に首にされちゃうじゃないですか。高一機嫌悪くなっちゃうじゃないですか。もうみんな、高一のためにやったんですよ。えー、そしてですね、この件について、各地で賠償請求の動きがどんどん進んでいますと。えー、こちらですね、最初に話題になりました、えー、群馬県大田市ではですね、もう実際に賠償請求するぞ。 といいううよななですすねそんな話をし始めていますこちらもちょっと記事紹介したいと思います。ビッグモーター店前の街路樹に除草剤。金重社長は会見でどう答えたというので、この、えー、賠償請求のところだけちょっと抽出して紹介しますね。犯人が見つかれば賠償請求も検討する。大田土木事務所によると、木が枯れているという情報が寄せられたのは2022年8月のことだという。 原因特定のため土壌の成分分析をしたところ、除草剤の成分が検出されたことから、同年11月に被害届を提出して、看板が設置された。枯れていたのは17本の東海出だ。 枯れて倒れる恐れがあったため、17本すべて撤去したという。看板はすでに外しているが、まだ事件解決の報告は警察から受けていない。街路樹の管理をしている太田土木事務所としては、今も犯人の発見を期待している状態だ。まあ、あ犯人は街路樹があった目の前にいますよ。<laughs> 目の前にいますよ、えー。除草剤が多分事務所にありますよ。工場、店舗にありますよ。うん、Google マップに犯人映ってますよ。<laughs> ビッグモーターの服を着た人が、 除草剤撒いてる写真ありましたけどね <laughs>、えー、現場の目の前とあってビッグモーター側に何か事情は聞いたのかという質問には大田事務所は警察に委ねているためこちらからはお答えできないとした大 <laughs> 田省はですねもうあビッグモーターかーっつってですね思ってるでしょうね自然に枯れたというのではなく誰かに除草剤を巻かれたということで警察に入ってもらった 今回の犯人が見つかれば一般的な流れとして弁償や賠償を求めることになるかと思いますっていうのでですね、えー、一番早かった大田市弁償賠償を求めることになるそうです、えー、大田市がですねこの発表をしたことで全国にも動きがありまして他にもですね北海道札幌市もですね賠償請求について言及していますで他の自治体もですね賠償請求の名言まではしていないんですけどももう調査がですねどんどん どんどん今始まってるんですよね。だからこの調査が終わった頃にはですね、うちも賠償請求するぞーってですね、どんどん出てくると思うんですよ。 これですね、他の自治体が賠償請求してるのに、うちはしなくてもいいか、みたいなですね、自治体ってほぼないと思うんですよね。そんな決断をしてしまうと、住民からのクレームすごいことになりますし、うん、まあこれ税金使ってやってるものなので、さすがにですね、この犯罪行為についてはですね、見過ごすことはしちゃいけないと思うんですよね。うん、だからこそですね、これビッグモーター、260箇所から <laughs>、 260箇所から一斉に賠償請求されるんじゃないんですか一瞬にしてですね、260個もの裁判を抱えてしまうというのでですね、まさに終了のお知らせと、えー、260個もどうやって対応するんでしょうか <laughs> <laughs> 弁護士費用もいや安くないですしねいや賠償金も安くないですしどうするんでしょうかいやもう社員が辞めまくってるからその人件費浮いた人件費で対応するのかな <laughs> でも売上ないからなうんちょっとピンチかもしれないですね金重親子が株を売ってそのお金で賠償するしかないかもしれないですねで今回ですね泉新社長はですね10年前のことしか知らんという風に主張していますが最近も街路をからし 伐採するこちらですね、ニューモデルマガジン X さんのツイートを紹介します。街路樹に関しては、K 部長、S 部長、この2名が大きく関わっています。大した実績がないのに、環境整備が素晴らしいと、金重社長の一存で部長になっています。毎月の環境整備も積極的に動いていました。街路樹について、知らないは嘘です。 との信頼すべき筋からの情報が入ってきました。 確認中っていうのでですね。まあ、内部にいるですね。うん、社員から、どん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 ニューモデルマガジン X さんにですね、情報が入ってくるわけですよね。まあ、これだけ従業員に不満が溜まっていて、どん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 こうやって暴露、リークされているわけですから、今日もですね、全国各地で、この二人がやってました指示していましたーってですね、いろんなところに暴露されてそうですね。<laughs> これ、実際の名前もだってもう暴露されてるわけですからね。逮捕。 大丈夫です伝承 <laughs> すれば大丈夫か、えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。 で、それからですね、除草剤の証拠についてもですね、どんどん証拠が出てきていますと、こちらですね、福島県の郡山市のえビッグモーターのお店になりますと、で、Google マップこれ見ていきますと、これビッグモーターの店舗ですね、えー、Google マップにですね、これ、ちょっとこれアップしていきますと、何かオレンジ色の物体が見えるぞーっていうのでですね、えアップしていきますと、なんか、除草王と書かれたですね、オレンジ色の箱が、なんかここに置いてあるぞーって <laughs>。 なんか、置き忘れてるぞーっていうのでですね。えー、もうこれさすがに終了じゃないかーって思うんですけど、これまさかのですね、除草剤なんですよね。もう終了 <laughs> ビッグモーター終了えー、証拠が見事に残っていましたというのでですね。えー、今頃全国のビッグモーターでは、この除草剤が店舗からどん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 捨てられてるんでしょうね。で、先ほど Google マップに映ってたですね、え、除草剤ですね。こちらの除草剤みたいですね。除草シリーズっていう風に書かれてますけども、ビッグモーター公認、ビッグモーターおすすめの除草剤ですと。<laughs> ビッグモーターがですね、これだけもう草木をですね、えー、消滅させることができるぞーっていうのはですね、しっかりと証明してくれましたからね。ここにですね、えー、根まで枯らすっていう風に書かれてますけども。<laughs> <laughs> ビッグモーターがしっかりと根まで枯らすというのをですね、証明して見せてくれましたよね。いや、でもすごい量使ってそうですけどね。まあ、評価も4.0というのでそこまで悪くないですね。いい評価ですよね。これも、いや、ビッグモーターがなんか口コミを改ざんしてなければいいですけどね。で、もう一つですね、こちら。こちらの店舗では綺麗に草がなくなっていますと。え、こちらもですね、ちょっと写真見ていきますと。なんかですね、こちら、ボランティアサポートプログラムっていうのが書いてありまして、ビッグモーター協議会。 この植栽は私たちがお世話していますっていう風にですね、植栽、植栽、え、これなんか植えてるっていう風に書いてあるんですけども、実際の写真を見ていきますと、何も植えてないじゃないか <laughs> ビッグモーターのお店の前だけ、え、植えてたもの全部なくなってるじゃないか <laughs> ここだけないじゃないか植栽じゃないだろ、これ <laughs> ただの土じゃないかっていう風に見えますけども、ビッグモーター、曰くこれは植栽みたいですね。<laughs> この看板のですね、先だけちょうどないんですよね。だからここだけ、もうビッグモーターがボランティアでやりますよえー、きちんと整備しますよっつってですね、えー、自治体とこう協議してですね、ボランティアでやってあげるから優しいでしょとかって言うんですけども、実際はですね、全部なくしてしまうというの。<laughs> <laughs> この横がですねわざわざコンクリートになっているところをわざわざここだけ土にしてるわけじゃないですか。 だからですね。まあ、これ全部なくすっていうのではなくて、少しぐらい緑を残してですね、景観を保つっていうことは必要だと思うんですよね。これボランティアでなんか雑草は、あの、蒸しってあげるよとかっていう話だと思うんですけども、いやいや、雑草どころかもう草全部なくなっとるかな。<laughs> 景観失っとるかなっていうような話なんですけども、いや、これこそですね、ボランティア詐欺ですよね <laughs>。 もう詐欺と不正の多くというのでですね、えー、今度はボランティア詐欺までやっていましたというような、えー、ビッグモーターですね。えー、それではですね、今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのコメントです。ビッグなんちゃらが街路樹を枯らしたと言っていますが、税金で食事維持管理されているものを故意にダメにしたら器物損壊でしょう。 県や市はきちんと損害賠償請求までやっていただきたい。樹木だからって勝手に生えているわけではないっていうのでですね。まあそうなんですよね。これ、税金を使って植えて、税金を使って管理してるわけですよね。だからこそまあ犯罪になるわけですし、この税金の無駄っていうところもあるわけですよね。まあこの分の弁償をするっていうことはもちろんですけども、その分きちんと税金を払っていただくっていうですね。まあその詐欺をしたお金からではなくてきちんとした商売をした上で税金を払っていただくっていうことです。 ですねきちんとしていただきたいですよねこちらですねいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントです Y 田舎の敷地管理で複数の除草剤を使うが通常使用濃度で街路樹が枯れる除草剤なんて聞いたことない現役に近いのを恋に大量にまかない限りそんなことしたのなら悪質っていうのでですねまあ相当な量を使ってそうですよねだって木が全部枯れる <laughs> <laughs> 木がなくなるぐらいですからね。木がもう、木の葉っぱが全部なくなってましたからね。いやーもうなんか、すごい痩せ細った木になってましたので、相当な量を使ってんだろうなというふうに思いますけども、いやーこの罪はかなり重いと思いますけどね。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 街路樹にしたように、この会社が環境整備されるのも時間の問題。<laughs> 環境整備だーっ,つってですね。環境整備されるのは自分でしたと。えー、こちらもですね、えー、いいねしておきたいと思います。はーい。 え皆さんですね、今回ビッグモーター、街路樹の件でも国土交通省に目をつけられてしまいまして、全国で一斉調査と、えー、それからですね、調査が終わったら全国で一斉損害賠償請求が始まるんじゃないかー、えー、!260 箇所で裁判が一斉開始されるんじゃないかというようなですね、ことが話題になっていますけども、皆さんですね、このような、えー、ビッグモーターのですね、街路樹を えー、破壊する行為、す、え、べ、ー、てこの街路地の分ですね、弁償すべきだと思いますでしょうか、えー、こちら皆さんのご意見についてですね、ツイッターでアンケートを取りたいと思いますので、こちらツイッターでアンケートに回答いただけると嬉しいです。で、先ほどのツイッターはですね、こちらのアカウントになります。こちらの動画の概要欄にツイッターのアカウントを記載しておきますので、ぜひですね、動画をご覧になった後、えー、ツイッターに飛んでいただいてアンケートに回答いただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、アンケートへの回答終わりましたら、ツイッターのフォローの方もお願いします。それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。